Well, it definitely launches uh, high and it, it performs very similarly to the 950 GH Neo and the 850 GH Neo. Um, it's just that lighter weight shaft. So, I think if you're an 850 GH Neo player but have trouble with getting your longer irons in the air, perhaps a good combination would be a hybrid set of shafts where you would build your long irons with the 750 GH Neo, maybe five iron down through your hybrids and then. 早速ご紹介しましまょう日本ャフト株式会社、駒金工場開発課の三宅さん、ステージまでお越しください。よろししくおお願いいいまますすす、はい、さんんににはは拍手ががが送らられれてててります <laughs> ともも日本本フトのの公式 YouTube ででこ 750GH つぐらい動画が上がってるかと思うんですけれども、はい どうですかファーストインスピレーションで、まあ、開発から携わっていろいろ手段もされてきてたと思うんですが、はい、これこの場で言う話じゃないかもしれないんですけど、はい、最初にこれ750のネオで今作ってるんだよねっていうのを打った時に。 えこれでいいのっていう感じだったのなんでそう感じたかっていうとちょっと、あのー、すごくしなって、うん、球も上がってよかったんですけどちょっと早くトーダウンするって言ったらいいのかな、うん、ちょっと紙気味にこう、はい、当たりすぎてこうやって当たりすぎちゃう感じになって、うん、すごくなんかこう挙動が安定しなかったんで、うん、えこれって言ってたのから比べたら、はい、びっくりするぐらい打ちやすくなって。<laughs> 今の このネオのシリーズっていうのが誤解してほしくないようにもし違ってたら違うよって言ってねね違うよって言ってて言ネオがなんでできたかっていうとこのヘッドが進化してきたことによって要は進化どういう進化をしたかっていうと距離が出るようになりました。距離が出るよううになったったていうのは 要は単純にもうロフトがどんどん立ってきたんですね。うん、でロフトが立ってくるとボールが上が上りりにくくなりますあの魔法はなかなかないのでアイアンのヘッドの方でもこうやってソール幅が広くなったりいろいろ重心の工夫をしてボールが上がりやすくはしてくれてるんですけどやっぱ物理的にスピードがない人がボールを上げてスピンをかけるというのは難しいんですよね。 シャフトでなんとかしようってなったのがこのネオおっしゃる通りです間違ってないよね間違ってないですおっしゃる通りですせっかく開発の方がね三宅君来てるんで聞きたいのが NS プロのシリーズの中にはゼロスのシリーズがありますあります 70g 台で 80g 台もゼロスありますで NS プロのシリーズ NS プロ GH の方にも 70g 台 80g ありますそうですねどっちに近いの どっちに近い <laughs> あそうですね基本的には GH シリーズに近いしなり方です。ーーベースとして GH シリーズ、まあ、今回は 750GH がベースになってるんで 750GH から、はい、ま,あまず重量軽くなってるんですよ 750GH よりも。なまず 750GH よりも軽いです。ベースとして 750GH から作ってるんで、はい、まず軽くした分だけ全体的にそのまま柔らかくなるんですよ。 イメージととして軽くすするだけだけ、まあ、そうですねスチールシャフトが、はいまあ、重量が軽くなると必、はい、然的に柔らかくなりますとその合成分布の形に似たような感じのところから、はい、気持ちこの真ん中から先端までをちょっと柔らかくしてあげるでここで球の上がりやすさを確保してあげる、まあ、そこがしなってくれるんでインパクトでそのロフトつきます、はい、でボールも上がりやすくなりますっていうところがまあ主なな効果かなと思いますねじゃあまずゼロスの特徴でいうと。はい ゼロスは発売した時にスチールとスチールのいいところとカーボンのいいところそれを取ったのがゼロスです、はい、でそれがどういうことかっていうとスチールのいいところっていうのは方向性なんです、うん、安定感でカーボンのいいところっていうのは言い換えると飛距離性能だったりっていうところだそれの両方を取ってバランスを取ったのがゼロスです、うんで NS プロの 950GH を代表して言うように850のシリーズも女子プロの使用率が非常に高いので、はいうん、そこから分かる通り、うん、GH では非常に癖がなくて操作性が高いって言ったらいいのかな、ねはい、操作性が高くて安定感がある方に振ってあるのが、うん、NS プロのシリーズです。こののに関してててはその操作性安定感がある方から降りてきて、はい 降りてきてなおかつ球が上がりやすくなったそうですねはい合ってますかお,<ー>おっしゃる通りです。<laughs> 現代のヘッドに合わせてボールは上がりやすくっていうそうすると、はい、選ぶときにはいもしかしたらゼロスの方が求めているものに近い人がいるかもしれない、うんはい、そうですねそのような方ももちろんいらっしゃると思います、うん、はい。あのーまあ、あれですかねなんか例えばもともとカーボンを入れてた方が、うん、もうちょっとしっかり したたいなっって思そのほうがいいかもしれないし逆に NS プロの850とかを使っていてヘッドを新しくしようとなるほど球が飛ばなくなってきたから飛ぶヘッドにしてあげようとしたときに同じシャフトではなくてこの750のネオであったり850のネオの方がよりヘッドのパフォーマンスを出していけるようなシャフトになっているそううい感じですよおっしゃる通りです。はい で実際、この750ネオを作るにあたって、はいはい、一番こう念頭にあったものとかっていうのは、なんか開発するそうであったりするんですか、ね、そうですね、ま,あ、まずはその、まあ、市場に07と 750GH っていうシャフトがあって、はい、で 750GH って軽いんですけど、結構しっかり感あるじゃないですか。あれは、ちょっと特殊ですよね。<laughs> で07は逆に言うと、軽くて、すごく柔らかいんです。はい だ言っててししまえば結構二極化してたんですよ、ね、あの両方のすごくしなるものと、はい、す,すごく硬いものでそれがある中でやっぱりその、まあ、先ほど申し上げたように市場の,その、まあ、ニーズとしてやっぱりドライバーのシャフトを軽量化してきてるってところで、はい、70g 台のシャフトを使いたいとアイアンでもはいそうなった時にじゃあ両極端の硬いものと柔らかいものしかないから、うん、やっぱり多くのユーザーさんってその間が欲しいと思うんですよ。はい やっぱそこの間を狙って作るっていうところは大事なところでしたね。はい、で、その間っていうのは当然柔らかさの間。はい。あと弾道的にも当然そうですね。はい、今のこういうヘッドに合うように弾は上げなきゃいけない。うん、はい。スピンも少し入った方がいい。そうですね。っていうことですよね。そうですね。で、それがちゃんと形になったのが、はい、この750のネオ。ありがとうございます。で、メーカーさんの純正で入ってくるのが何社ぐらいあるんでしたっけ？何モデルぐらいある？ もうこの時点で2社3モデルのアイアンにこれが採用されてますで必ずメーカーさんの新しいモデルに採用されるっていうことはそのヘッドのパフォーマンスが必ず一番良くなければ採用されないんですね、うん、他にもシャフトがいっぱいあるので、うん、そこで選ばれてるっていうのがこれは開発してる三宅君からするといやー嬉しいですねー <laughs> <laughs> よかっったねねていうところだよありがたいです本当にあとこれやっぱスチールシャフトだから球、はい、が上がるけど、はい、当然 950GH を代表する GH シリーズからの流れだから、はい、決して操作できないシャフトではないもんね、はい、そうですねちゃんと操作性も確保した上で優しさを付け加えてるっていう感じですね、うん、実際にこれ2年開発にかかって、はい、どこが一番大変だったんだろうそうですね まあそのもちろんシャフトの性能としてトータルバランスを上げていくっていうところもまあもちろん難しいんですけどこのシャフトってやっぱり軽いんですよ本当に最軽量体になってくるんでやっぱそもそも作るっていうのが難しいんですよこの重量体で作るのが大変っていうのは壊れちゃいけないんですよ強度を持たせなきゃいけない <laughs> なのでそこを 強度を上げていくと当然重くて硬くなっていったので,うです、ね、この軽さでシャフトを作るということがまず大変そうですいやでもね実際に本当にこれからねリシャフトを考えていらっしゃる方例えば今まで少し重かったの軽量体にしたいなって考えてる方であったりとか、はい、まさに試してほしいってところのラインですかねそうですねで実際にストゼシラの仕事をしていてパッて打っていった時に すごく打ちやすいと思うものと打ちにくいと思うものが出るんですもうこれは正直ありますで打ちにくいと思ったものはあこういう使い方をすればいいんだなと思って打っていくんですけど打ちやすいと思うものの特徴はまず持った時の重さ感としなる量 自分で持ってるフィーリングと実際の動きが同調しやすいものっていうのが打ちやすいんですこれが重くても軽くても一緒なんですだからこの750のネオに関して言うとこの重さでバッて持った時の感じヘッドをワックルして持ってる感じでこのぐらいしなってくれてこういう戻り方するんだろうなっていう感覚とぴったり合ってくるんですよ ゴルフの技術って何って言ったらその感覚は人間の感覚と一緒なんですけどフェースをどうコントロールできるとかあとはスイングの再現性が高いか低いかとかがゴルフの技術の腕前なので人の感覚としてはその持ったものをここでボールを打つ感覚っていうのは一緒なんですねなのでそこのバランスがしっかりできているものっていうのが打ちやすくなるんですけど この七五丸ネオに関しては、はい、もうそこのバランスっていうのは非常によくできてると思います。ありがとうございます。だから、例えば、七五丸ネオ、八五丸ネオ、九五丸ネオって三つ打っていっても。はいうん、タイミングがずれないで打てるんですね。だから、そういう意味で、すごくバランスが取れて、当然、それっていうのは。 使うヘッドに対しても同じでうん、うん、シャフト自体がバランスが取れているのでどういうヘッドに入れてあげても使いやすいですよっていうことは言えると思います。う